はいです。こんばんは。大阪から帰ってきた。日帰りで2公演やって帰ってくるコラボ受ける2公演大阪でやっといてさ、日帰りでさ帰ってきてさ、帰ってきたのも帰ってきてショールームしてまだ10時半にもなってないって受ける準どんなんなどんだけの行動力な。コラボの行動力すげえ。ただいま。ツインテールとクマで、今はイコラブちゃんの話題はツインテールとクマですが全然違うもうね、みんなね一つ結びにして帰ってきましたよ。全員みんなこの状態で帰ってきました。そう、もうクマちゃんだからもうボサボサになっちゃうから、取ってし取ってすぐに、ね、めっちゃお腹が空いたからちょっとチョコ食べていい？ここにねチョコ置いてるのこのチョコ昨日言ってたやつ、このチョコをね食べますね。1個。行動力と結束力すげえ、すげえでしょ。何食べようかな今日は。この子にしよう。君に決めた。私はこの子に決めたわ。この子を食べてみたいと思います。1個だけ許して。お腹が空いた。うんうん、とろーっとしてる。おいしい。とろーっとしてる。こうやったらね中が出てくる。うまい。おいしい。糖分糖分。今日はねスペイベで大阪に行ってたんですけど、でまあ日帰りで今日の朝行ってスペイベ2公演昼と夜やって、で帰ってきて今なんですけれどもTikTok 頑張ってくれたので許す受けるそうで、今日実は一昨日から決まっていたんですけれども、一昨日のねなんか楽屋でなんかの話になって、でもなんでツインテールとクマさん部屋でみんなでやろうっていう風になったのかっていうのが全然覚えてないんですよ。結局誰が言い始めたとか、なんか何人かいたんですよ。 それでなんかノリでなんかじゃあ大阪でやるみたいな、スペイベでやるみたいなノリでなったんですよね、楽屋 で、 そうで全員いなくて、でもその時はそうで、どんどんなんかやるらしいよみたいなノリになって、で本当にやんのみたいな感じで、今日の朝もなんかノリだったから本当に、で一番に私とサナかなにも部屋入ってて、そう部屋入ってて、え待って、そういえば今日ツインとクマやるってなったよねってなって、メンバーの楽屋行って、え結局今日ツインとクマやるみたいな聞いて、でメンバーとやろうよみたいになってやりました。うん、なので一昨日から一応決まってて、そう一昨日から決まってたんですよこれは。そうなんか JK の文化祭かなみたいな、ね、JK の文化祭のノリやってるよね確実にこれそうそう、それでなんかツインの場所とかクマちゃんの場所はなんかどこでもいいよみたいな感じになって、好きなツインテールでっていうのでなんか自由にして、そう、それでなんか私最初らへんに部屋できてツインテールだったから、で珍しいじゃん私が、まあ、ツインするのだけ、なんかスタッフさんに「お今日おんちゃんツインの？」みたいな言われて、「あ今日全員ツインですよ」って言って、えみたいな、スタッフさんにも言ってなかった、別に全然マネージャーさんにも言ってなかったから、なんかマネージャーさんも知らなくて、えみたいな今日全員ツインなのみたいななって、そう「そうですよ」って言って、「えすごい！」みたいなそう感じで言ってました。だから本当にただ単にメンバーが勝手にやり始めたことなので、あの別になんか次の公演でスペイベはこれからそうっていうわけでも全くなくって、もう今日たまたまなんかそういうテンション感でやっちゃっただけで、全員ツインテールと全員クマちゃんをね、別に何の記念日でもなければ何のあれもないんですよ
そうなんです。だからこれから期待するとかちょっとあれですね、まあ本当に気まぐれで、次の名古屋でもしかすると気まぐれで何か始まるかもしれないし、別に名古屋はなくてもまた次のスペイベで始まるかもしれないしとか、本当に気まぐれなのでノリなんですよ、文化祭の JK のノリ。そうなので、まあそう、今日行けた人たまたまラッキーって応募しといてよかった、今回当たってよかったぐらいのテンション感で、いう感じ、そういう感じですよ本当に。2回目のクマさん部屋もノリというか、まあ決まってたかな、ツインからクマさんにしやすいから、ヘアさん大変じゃん一番ヘアさん泣かせだからねこれそう、まあね、でも今日来れなかった方もいっぱい SNS に写真が載ってるので、そう、ゆいさんめっちゃ恥ずかしそうだったらしい、うん、一番恥ずかしそうにしてた。ツアーではね多分ねやんないと思うなツアーでメンバー全員がツインテールやることは多分ないと思う多分私はハーフツインにしました。全ツインだったらね、全ツインにする勇気がなくて、でも気づいたかな、みんなどうだろう、なんか私たちが MC で言う前に今日なんで全員ツインだろうって思ったかな、どうだったかな、みんな地毛ですね皆さん。え、マイカのツインめちゃくちゃ可愛かったよな、珍しいから、めっちゃ珍しくて、みんな良きでしたね、全員良かったね。瞳も確かに珍しい、瞳もね、なんか結構いつもそういうの、瞳が嫌だみたいな、恥ずかしいとかって多分言うタイプじゃないですか。でも全然こう、瞳ちゃんもやろうよみたいな感じで結構ノリノリでやってくれて、そう、ノリノリでねやってくれてたよ、やってたよみんな。そう大阪テンション大阪のテンションだったのか、大阪弁よかった。マイカちゃんのツイン見てえってなって、他のメンバー見たら全員ツインだったいける、明日雨降ったら全員ツインのせいです。確かにマイカが写真載せると思わなかった。今日は私メンバーの写真いっぱい撮りました。マイカのね写真もね撮ったよ、可愛かったでしょ。あ、なぎさの動画もね撮ってね、なぎが載せてくれてたよあ、ミリニャンのもね撮ったよ、はなちゃんのも撮ったよ、いっぱい撮った私のもメンバーが撮ってくれました。そう、いっぱい撮った。いや今日なんか、今日メンバーが特に可愛すぎてなんか写真が撮りたかったんですよ。そうで普通に、あ、瞳のも撮った。あ、でも瞳のはあれかも、ツインの方を撮ったかも、ツインかな、え、撮ってない、え、でも瞳も撮ったんだよな、でも乗せてた方じゃない、クマじゃない方だ。そう、ナータンのは違うの、なんか私がハナちゃんの写真をその時撮ってたんですよ。そしたらめっちゃ可愛くて、あ、最初マイカ撮ってて、可愛いってなってハナが撮ってって言っていいよって言ってハナの撮ってたんですよ。でも可愛いってなってて、そしたらなんかすごいなんかメンバーの写真を撮りたい気持ちになったの。だから別に頼まれてないの、なぎさに撮ってって。なのにナータン、アナが今写真撮ってあげるよって自分から写真撮らせてくれって言って、そうっていう、あの勝手に撮り始めた私が、自ら撮ってあげるっていうねそう、いやみんなが可愛かったからなんか写真撮りたくなって普通にそう撮ってた。そう、私に撮らせてくださいって言って撮った写真と、どう、でも動画はなぎ撮りたいって言ってたから私が勝手にウィーってやったんだけど、可愛かったです。え、みんなテンション高かった。だけど結構ね、なんか部屋と楽屋が離れてたんですよ。なのになんかめっちゃ笑い声とか、なんかめっちゃ全部楽屋で笑ってる声とか喋ってる声が全部部屋までなんか聞こえてて、もう部屋さんも元気だね今日もって言ってて言ってました。今日も安定ないコラボだねってやりました。そうでね、なんか特に2部、夜の部の
時にまた多分舞台袖でうるさかったんですよ、メンバーが。そう、メンバーがずっとうるさくて、もうみんなで円になってギャーギャー笑ってて、もうで多分ファなんかツイッター見たら結構ちょっとちらほら書いてあったんですよ。そう、聞こえてたなっていうね、最近あるあるすぎて。最近なんか袖、舞台袖で我慢できない、なんかみんながギャハギャハなっちゃう癖があって、よくないよね。ほんとライブ前なのにスペイベとイコラブ会の時、まあ、ツアーはちょっとそうならないと思うけど、スペイベとイコラブ会はなんかさ、まあ、ホームじゃん特に、まあ、ツアーももちろんホームなんだけど、だけど特にさホームやん。それでまあちょっとなんかゲラゲラしちゃってんのか、すごいね、みんなでね舞台袖で、ね、スタンバイしてマイクも持ってスタンバイしてんのに、もう爆笑してギャハギャハ言ってるんですよ。そう、まあいいことなんですけどね緊張感はあるんですよ、緊張感はあるんですけれども、まあそうねまあ楽しいみたい楽しいみたいよ、うん、いいこと、いいこと、そうリラックスはいいこといいことです、よかったです。そう、隣の会場笑いライブやってたね。あ、だってニューヨークさん、嶋佐さんね、のいみちゃん昨日だったのかな、見えたよ、さやぷりんちゃん髪型でテンション上がってるのもあるよねもうみんなおかしくなってたからな。そう、でも1部と2部の間になんかたこ焼きをちょっとだけ食べました。そう、ちょっと食べて、塩味とソース味があったかな、ちょっと1個ずつ食べて。そう、でも普通にお弁当も昼も夜もあったし、なんか今日いっぱい食べ物があって、そう、なんかパンと、佐々木さんがパン、美味しいパン買ってきてくださってて、パンとあとたこ焼きはなんかもうね、ちょっとずつ普通にソース1個と塩1個しか食べてないんだけど、あとはなんだっけな、まあ、お弁当昼も夜も食べるのあったし、あとね、なんかいちご大福みたいな、なんかフルーツ大福とか、あとパフェみたいなのとか、なんかいっぱいあったから、なんか食べるものがいっぱいあったから、ちょっとたこ焼きはちょっとだけだったんだけど、ゴーゴーイチは食べてない、それだけ食べました。なんかいろんなのをちょっとずつ食べたって感じ。そうでした。フルーツ大福がマジで美味しい、いつもね大阪でねいただくねフルーツ大福があるんですけど、それが本当に美味しい、いつも。のいみちゃんがさラジオやってるじゃん大阪で。そう、その大阪でのラジオのスタッフさんがいつも来てくださって、コラボの時も結構来てくださったりして、差し入れをくださるんですよね。そのフルーツ大福がマジで美味しくて、そう、泊まるメンバーいないの、誰もね泊まってないよ今日は。明日もね朝早いから、みんな美味しい大阪のね、なんかいろんなのが入ってるフルーツ大福、私はねいつもみかんといちご食べる、2箱あるからね、2箱あってね、みんな結構2個ずつとか食べてるんです。それがすごい美味しい。そう、今日はねツインテールくまちゃん公演で、もあれはくまちゃんというかたこ焼きなの、一応たこ焼きっていう設定でもあるんだ。くまちゃんじゃ、
くまちゃん&たこ焼きなの。たこ焼きが2個ついてる設定。うん、そうだよ。みんなくまちゃんって可愛く書いてるけど、半分たこ焼きじゃんってなった。いやでもまあくまちゃんっていう最初になって、でも大阪だからたこ焼きにもなるよってなって、たこ焼きじゃんってなったからね。そうで、頭にたこ焼き2個乗せて踊ってたんだよ今日。世界一美味しそうなたこ焼きだったでしょ。たこ焼き2つは足らないけど、ちょっとビッグたこ焼きやから普通のより、そうだから、そう、4月に次は大阪また行きますね、ツアーで。別にその時にあのたこ焼き部屋全員がやってるっていうのは多分ないと思う。ないと思うよ。だからまあたまにやるからいいじゃん、はい、こういう公演を。いつもメンバー全員が同じ髪型しててもだから、そう、こうやってあの急にイコラブさん4年5年もう4年以上か、丸4年以上で、もう4月29日には結成して5年目になりますよっていうのに、急にね、なんか、まあ、1年目で初めての公演、なんか初めてみんなでお揃いの髪型してみましたならあれだけど、4、5年経ってて急にお揃い髪型公演やり始めるっていう、なんか謎のタイミングすぎて私たちが。そう、でもだからまあそうやってね、たまに唐突にやるっていうのがいいんじゃないかなっていうのがあるので、毎回ねやっててもちょっとあれなんで。そう、普通だったらさ髪型が被らないようにするとかよくあるじゃないですか、こうね、先輩と髪型被らないようにしないといけないとかってさ、暗黙のルールですっていう話とかもさ、いろんなグループさんから聞くじゃないですか。逆に私たち全員で同じ髪型するっていう、本当になんか真逆なことしちゃってるよね。しかもさ、なんかツインテール公演ですってこうもう書かれてて言われてて、みんながもうそれはやらなきゃいけないでやってるわけじゃなくて、自らメンバーの意思で全てそういうことをやっちまうというね、本当に。そう、でもなんか今日はイコラブのファンの皆さんがすごいなんか目の保養だっていっぱい写真とかあって最高だって言ってくれてて、すごいなんか嬉しいです、みんなが喜んでくれてて。ハート、ありがとう。エッチさん待って、タワー読んでないよね私。サシナユイさん、今日もタワーをありがとうございます。ありがタワーです、ありがタワーです。ユイさん、フラワースタンド、風船バルーンスタンド、ありがとう。さしなゆいさんのさあ、さっきまで新幹線乗ってたから足がパンパンです。さしなゆいさんのしーしー、しょうがないな、マッサージしてあげるって言ってください。さしなゆいさんのなーなーなー、めっちゃ好きやねん。さしなゆいさんの言っとくけど、ゆいさんが思っとる以上にめっちゃ好きやねん。さしなゆいさんのいつか私が肩たたきしてあげるね。トン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 です。ありがとうです、ありがとうございます。謎のあいうえお作文、違うの、本当に足がパンパンなの。新幹線でマジで足が痛すぎてやばかった、もう本当にずっとね苦しかった足が。もう今見てもねなんかパンパンってことがねすごいわかる、めっちゃむくんでる。マイカ説得よくできたねって、え、別にそんな説得に時間かかってないよ、特に説得してないよ。なんかもうみんなでやるならいいよみたいな、みんなそんな感じ。そう、移動時間がね長いから。れんちゃんお疲れさーって、ね、私全然あれしてないんだけど。別にね、たまたまなの本当に。だからリプ読んでさ、えって思って、ごめんなさいごめんって思ったの、思ったの。そう、みんなでやれば怖くない的な。めぐるさん、ハートちゃん、プレゼントちゃん、ありがとうございます。
とも、クッキーありがとう。なんで変えたの？タコ、タコは健在だ。今日の会場良かったねって。みんな的に良かったの？綺麗だったよね、めっちゃ。オタクの授業が伸びたって。最近アンナちゃんの笑い方似てきた。嘘、私どんな笑い方してんだろう。たくあんタワーありがとう。たくタワー、たくタワーありがとう、ありがとうございます。たくあんのた、確かにガラスの靴を受け取りました。たくあんのくくくクイズです。今日のお弁当は何が美味しかったでしょう。たくあんのは、私的にお肉が昼も夜も美味しかったです。たくあんの、とっても毎回踊りが上手ですありがとう、ありがとうです。こんばんは、こんばんは。そう、あと TikTok もね、ぜひ見てください。今日も更新したので、今日は全員出てるよ。今日は全員出てるよ。私だけじゃないよ、ちゃんと全員いるよ。11クマあるよ。1クマ、2クマ、3クマ、4クマ、5クマ、6クマ、7クマ、8クマ、9クマ、10クマ、11クマ2クマいっぱいいるよ、 TikTok。 そう、いや、なんか TikTok に載せるか迷ってて、最初別に Twitter に載せようかなとも思ってて、そうで考えてて、普通になんかあのメンバーにカメラ向けて1クマって言って2クマって言って3クマって言ってって言って、お名前順にメンバーのね動画をね撮って、一応素材として撮っとこうと思って今日撮ってたんですよ。そうで、なんかどうしようかなって思って、まあじゃあ TikTok にあげようかなって思って、新幹線の中でずっとパーって隣にミリニアとか、あとナータンとかがいて、そう、なんか時代どれがいいかなとかいろいろちょっと相談乗ってもらいながら作った。新幹線ね、なんか朝の新幹線はだいたい寝てるんですよ、メンバーみんな。私も寝てたし、結構もうみんなめっちゃ爆睡してるんですけど、夜の帰りの新幹線は結構みんな画像とかをこう載せたりとか SNS を永遠にやってるから、みんな結構起きてますね。そう、 TikToker と YouTuber がねおったっけんねそう、帰りの新幹線はその3人だった、ミニニアタンと一緒だったから、そう、だからから2人に教えてもらいながら作りました。オーバーチャーの前、今日すぐ笑ってたの、気のせいって。そう、さっきね話したんだけどね、笑ってたよ違うの、もうなんかね、なんかね、もう最近なんかその楽屋ではもちろんのこと、あの舞台袖に来たら何かしら始まってみんなで大爆笑しちゃうっていう現象が起きてる最近。まあ
まあたまにはでも昼公演は多分大丈夫だったけど、夜公演の方がなんかギャーギャー言ってた気がするな。そう、マイカちゃんトレンド入ってる、さすがさすが。いおりさんガハガハ笑ってたって、みんな笑ってたけど、なナギがあのまた床に落ちていった。ナギさん笑い始めると床に落ちていくんですよ。なんか立って笑ってられなくて、なんか下に落ちていっちゃう癖があって、そのナギサとキアラは大体、ナギサとキアラは大体笑ってると下に落ちていくから、あの地べたに這いつくばって笑い始めるかな。昼の影慣れのサナータンだったんですけど、めっちゃおもろかった、めっちゃ笑っためっちゃ笑った。みんな楽しそうでした。うん、花はなんかそう手叩いてなんかって笑う、はい、って笑うんですよ。ひとみはずっと引き笑いするでしょ、なんかもうすぐわかる。しょうこは声が出なくなるでずっと笑ってるピンクエンジェルは下に這いつくばる。ゆいさんはギャハギャハ笑ってるそう、で誰かがあの泣き始めると笑ってる、いおりはなんだっけ、この前もなんかあったのよ、なんかで、なんで泣いてんの、あ違う違う、なんで笑うのってね、こっちも笑っちゃうんだよね。そう、基本なんかまともな笑いをする、可愛いアイドルらしい笑いする人あんまいないかも普通が分かんないもん。お姫様にしてよの、そう TikTok の振り講座今日やったんですよ。お姫様にしてよ、ほら白馬の天使ぶよ、っていうのをやったんですよ、昼も夜もね。そうめちゃくちゃみんな上手で、めっちゃ上手だと思う、覚えやすくて楽しい。あれありがとう、そうやって言ってくれて嬉しい、もう完璧に踊れるよって、もう覚えたって嬉しい。そう今日はね、私が振り付けレクチャーという形でねやったんですよ、やらせていただきました。みんな本当に上手だの、そうめちゃくちゃ上手だった、めっちゃ揃ってんの、振りがめっちゃ可愛いの、みんな。そうステージからのみんなに光景を見せてあげたかったそうメンバーいっぱい褒めてくれて嬉しかったボリーちゃんマスクしてるから恥ずかしがらずにできるG2 さんマスクしてない時でも笑顔でやるんだよそうだからぜひね TikTok 撮ってみてください。シーノで待ち合わせ、これで恋の花、私の姫、男いい願う、わかっていても少し怖い、君のことを信じて見たれていく、絶なさは一部の結末に悔やむ、どこにいるか探していても君を見つけた、恋の瞬間、チョコレートメラコリー、こっちもね、どっちもお姫様、どちらもぜひぜひ わたたた、ちょちょブンブンブン、わたたわたた。今日の BPM の最後はフラフラバーでしたか？ちょいフラフラバーにしました。姫様覚えました、むっちゃありがとう。
みんなもね、ぜひぜひ TikTok に載せてくださいね。北海道コンサートで初現場ですが、何を持っていったらいい？ペンライト。でもイコラブの現場はうちわとかも多いね。カメコさんだったらカメラ、身分証明書あとはペンライトは何色振ればいいですか？黄色と青今日はね、なんか昼公演はなんか昼公演はなんかね、下手、違う上手の方が黄色と青多くて、夜公演は逆だったりした。熊さんはもういなくなっちゃいました。そうだからイコールラブがだいたい最後に楽曲あるから、この前も話してたけど、だいたいイコールラブで黄色と青を持ってくれてる方にやってるから。そうでもなんかいつも心配になるのが、そのいつも私がイコールラブが上手にいるんですよ。なんかめっちゃ上手のファンの方とはめっちゃ目合うんですけど、たまに普通に下手に、結構下手におる方にもこうやってやってるんですよ。そしたら見てる時と見てない時があるから、そうちょっとねあれなんだけど、結構ね意外にね上手だけじゃなくて下手の方もやってるから、なんか一人だけ変かも。でもみんな多分そうやってやってるのかもしれないけど、そうでもとりあえず黄色と青のペンライトを持ってくれてる方のとこはめっちゃいます。そうそうパンダとかで目あったら、例えばなんかクマちゃんとかパンダか、間違えた、今日クマちゃんとかパンダとかやってくれたら、もうパンダってやったら、あ今自分だって分かったりする。最後に挨拶でバイバイって手振って一人ずつにこうね、あなたあなたあなたってやってるんですけど、その時に自分だって思ったら、私ってやってくれたら、私だよってやったらね、意思疎通って感じだから、そうぜひそれもおすすめです。意思疎通はできる。かな。まあもちろんなんかこれは 100% 意思疎通ができるっていうのは言い切れないのはもちろんあるからあれなんだけど、私たちもできるだけ意思疎通はしたいなって思ってるから、そうとかなんかペンライトでこう最初はなんかこうやってたりする方のところ、こうやってやってくれたら私も多分こうやってわざとやったりとか、なんかこうやってやったりとか、なんかこうやってペンライトでハート書いてるとかだったらもうこうやってハート隠しとか、まあそういうこともたまにします。私もできるだけそう意思疎通したいなっていう気持ちがはあるので、そう絶対にねもうどの公演でも 100% なんかできるっていうのはその全メンバーが言い切れるわけじゃもちろんないけど、でもそうやってやりたい気持ちはめっちゃみんなあると思うんですよ、イコラブみんなね。そうだからそう結構近い、今日は近いなとか意思疎通できそうな場所だなって思ったらちょっとやってみてください。でもこういう今日とかのライブだとなんか絶対に一回は一回はなんか目合ってこうあなたですよって、今はあなたに向けてやってますよ、君だよっていうのはやってるから、 そこで無事にお互いのねあれができたらいいなって思います。そう会場の大きさにもね、そうなの夜からね難しいけど、
今日とかだったら結構ね、わかりやすい。レッスン送るのは楽しいし、あとなんか、あ、めっちゃ今絶対に意思疎通できたって思ったら嬉しい。今までで一番ステージに近かったですってね、赤のね T シャツ今日も着てた、見えたよ。アンズ、今日は目があった気が、え、だいぶあったと思うけどきっとみんなと。アンナちゃん、意思疎通できる時間は世界で一番幸せなんて100点のコメントなんでしょうかなんて100点なんでしょうか。ジャロスケともね、目あった、目あったら恥ずかしくて背けんの、ダメだよダメだよん、ダメだよん。そう、でもなんか夜公演だったかな、あのね、あ、昼の最後に言ったのか、なんか照明明るくできますかみたいなマイクでみんなで言って、で、その言ってくれてて、メンバーがで、だから夜公演もそのレクチャーしてる時、 TikTok レクチャーしてる時の MC と一番最後のなんか手振ってて、みんなに吐ける前のずっとわーってやってるところは客席明るくしてくださいってお願いしてたから結構見えた。お腹すいた急に急に急にお腹すいた。チョコはもう食べない。一部でサナツンが言ってくれした、サナツンありがとうサナツンありがとう。すごい周りが見えて偉い偉い。3歳児って言われてたのに偉い。確かに、そう、あのね、今日はね、さなつんが特になんか昼の部の前、なんかツインテールの時が超3歳児だったんです。でもツインテールだから今日3歳児だからって言って、もうね、なんかもう本当になんかもうギャーギャーってギャーって言ってたんですよ。本当にそうなんですよ、赤ちゃんになってて。でなんかメンバーも結構みんな着替えてたんですよ。これ MC で話したやつをねちゃんと話すと、そう、これ MC で話してたんですけど、今日サナツンがマネージャーさんに抱っこされてたっていう話が MC 中にあったと思うんですよね。そうあったんですよ。でそれはあの女性のマネージャーさんなんですけど、あのね、メンバーは結構ほぼ着替えてたんよ。でもサナだけまだ着替えてなかったんよ。でマネージャーがサナ着替えてよみたいな、サナ着替えなよみたいないう感じで来たのね。サナちゃんって、サナちゃんを着替えしますよって、ほらおいでって言ってマネージャーさん行くよって、着替えに行くよって言ったら、サナがマネージャーさんにヒューって飛んだのでこうやって抱っこされてで、そのマネージャーさんマジって言いながらこうやって普通にこうやって抱っこされて、こうやって多分連れて行かれてもう、だから私は学園におって、おったけん、その連れて行かれた瞬間しか見れないんですけど、そうでなんか多分衣装部屋に連れて行かれてた、抱っこされたままめっちゃおもろくないめっちゃおもろかった。そう、それが MC でね、今日昼公演で話してた MC かな、っていうね、もうおもろかった、マジでマジで面白かった。マジでサナって面白いよね。面白い面白いTikTok のサナツ、確かに自由でしたね。そう、私は普通になんか10クマって言ってしか言ってないんですよ。普通に他のメンバーにも何クマって言ってってしたら、そう、なんか10クマみたいな、なんか
ました。それにしようって誰が初めに言ったかね、私たちもちょっと分かんなくて、なんか何人かのノリなんですよね。 JK の文化祭のノリを。最近 TikTok 更新率高くて嬉しい、まあ、急に更新しなくなるのがイコラブちゃんだから、まあ、あんま期待せず待っててほしいんですけど、私もできる限り自分ができるだけ頑張ろうかなって、頑張るというか更新していけたらいいなって思ってるから、ちょっとまああんま期待はしないでください。そう、投稿された、あ投稿してんじゃんって思ってください。3歳児サラツはカメラないんじゃない、押さえてなかったんじゃないかな、わかんないけど、だって唐突だったからね。でもなんかやっぱ TikTok を載せたら時にこうコメントとかでみんながその今日の動画とかも需要あるってみんながすごく喜んでくれてるのを見ると、はっ載せてよかったってすごい思えるし、うん、思えるというか思うんですよ。そう。別に私が仕切ってるわけじゃないよ TikTok は。でも別に基本的にメンバーが自分たちで撮りたいの撮って載せてるだけだから、そう、編集とかもまあ載せてるメンバーそれぞれかな。そう、でもまあもちろんさ、そういうのが得意なメンバーと得意じゃないメンバーっているじゃないですか。で、まあ、イコラブは別にそんな全体的に多分得意じゃなくて、別に私も得意じゃないんで、正直皆さんもご存知の通り得意じゃないから、でも動かしていきたいっていう気持ちはあるのね。だからちょっとスローペースかもしれんけど、イコラブなりに頑張りたいなっていうふうには思っておりますので、プロは、誰だろう、わかんないけど、まあでもナギとかね個人でやってるからそうかな。あんちゃんの Vlog 好きだった。あれはな、急に唐突始めてたやつね、私の Vlog ね、 Twitter にたまに載せてた、3、4本載せたかな今まで Vlog、 もう撮ってないですね。なんかあれはあのね、なんかピンクの Vlog っていう加工みたいなさ、なんかなんていうの、フィルターみたいなのがついてるやつを使ってたんですけど、真ん中にめっちゃ Vlog 出るのよね。なんか最近はまあ普通に動画の方がいいかなって思って、そういうフィルターはつけずに、 あとでもフィルターで思い出したんですけど、その私が桜のやつ、あの衣装の魔法ですってやってる TikTok 載せたやつあるじゃないですか、昨日載せたやつかな、あれで、まあ、もちろんね加工なしが一番いいっていうのは分かってたんですけど、髪の毛が一瞬もうすごいポワンってなってるのね。でそれをちょっと一瞬ごまかしてるんです、実はあれ言うと、ここだから言うんですけど、ここでしか言わないけど、こういうことは。そう、髪の毛がすごいこう好きになったんだ、でここのタイミングでなんかスンってなってて、それを一瞬隠してるんですよっていうのと、あとなんかこう全ての全貌をなんか2個意味があって、加工でなんかちょっとギュルンってやってるのは、なんかその全ての仕組みっていうか、全てを見せるのが果たして綺麗なのかっていうのが思ったんですね、私的に。そう、
っていう理由もあるんですよ。なんかなんだろう、でも仕組みが別にわからないわけでもないぐらいにしてるのね。 100% っていうのっていうよりかはっていう、なんて言うんだろうな、別にさよく見たら多分仕組みはわかるじゃないですか。そうでもこうえっていう、え待ってもう一回見たい、どうなったんだっていう、なんか一瞬では一回ではわからないから何回も見て、あこうなってるんだすごいってなってもらえるかなっていう私の作戦ではあったんですよ。2個の意味があって、あのフィルターっぽいのをつけてるのにはその2個のね実は意味があってなんですけど、まあ、もちろんこうファンの皆さんの何もないフィルターないしバージョンが見たいよっていう気持ちもすごくわかるんですよ。だからそう見たい、そうだよねって思ってごめんねそうっていう2つの一応意味があったっていうのはありましたね。なのでまあ見返してみてください。いくら見てもわからなかったから魔法だと思っておきますって魔法なのです、魔法なのです。11枚目の特典映像にあるとかないよ何がないよ。別に本当にあの衣装は別にこれからメンバー全員が着てる姿がどこかに乗るっていうの全くないんですよ。普通に TikTok を撮るために衣装をあの持ってきていただいて、そうただ私が TikTok を撮るために着ただけなので、別に他の撮影でメンバーがあの衣装を着てるってことは今んとこはないので期待はしちゃダメですよそう匂わせではないです、はい、そう撮影で使ったからそう着たとかではないので出てこないよ久々に着たよあの衣装。よくありの映像でじっくり確認しますって、そうツアーでねそういっぱいやったからね、あと MV とか見れる場所もあるのでそっちでも見ていただければなって思います。かなあと、なんか話さないといけないこと何があったっけな、何があったっけな、何があったっけ、もう分かんないけどそんな感じかな。とりあえず足がむくんでてやばいよっていう話だけがあります、あります。今日はめっちゃマッサージしよう。で、あれなんかむくみ取れるやつ履いて寝よう。明日は何時くらいの配信？明日なんかあるっけ？なんかしか言ってない。あのメディア系あったっけ？それにもよるけど、明日はそんなになんか。めっちゃ夜遅いってわけではないくできるかなですかね。3月15日にアンチャーのサイン円盤届く、ミーニャのお誕生日、生配信とか生放送系はないのか、そんなだからまあ8時とか9時とかそんぐらいからやるんじゃないかなって思ってるけど分かりません。ちょっと分からない。どんな感じですかね。
明日は会社員の方と同じぐらいの時間に起きる。学生とかみんなだから一緒だよ。みんな頑張ろう。えいえいおお。えいえいおお。だから一緒におはようしよう、みんな。明日からまた一週間頑張ろう。コラブちゃんもみんな起きてるんだ、私も頑張ろうって思ってください。何時に寝るか、今11時過ぎでしょ。11時半でしょ。1時半目標は寝れるか分かんないけど、2時までには寝なきゃな。2時目標、絶対2時までに私は寝ます。今日2時まで、2時に寝ようじゃあみんな。2時までに寝てください。遅い現実的超リアルな目標なんですけど、私的には2時ですね。ってことでそろそろ終わりたいと思います。したいと思います。順読みます。13位がゆきえちゃん、12位がしげち、11位がゆうしすさん、10位がいとこんさん、9位がとも、8位がゆうゆう、7位がひらさん、6位がポークたまごさん、5位がごえすさん、4位がてっち、3位がレグルさん、2位がたくわん、1位がさしなゆいさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。役割早く見たいよって、また一緒に実況配信みたいな感じで見たいねです。ランダム1人目トリアスさん、2人目イトパンさん、3人目モモさん、4人目テイチさん、5人目アズールさんかなです。それでは皆さん本日もお疲れ様でした。また明日会いましょう。バイバイ。インスタもツイッターも TikTok も全部更新されてるので見てください。ではじゃんけんします。せーの、じゃけんじゃんけんじゃんけんチョキ。おやすみ。ダボール弁当箱。バイバーイ。